埼玉県が生んだ偉人渋沢栄一。近代日本経済の父と呼ばれ、生涯に関わった企業は実に500社、日本経済発展の礎を築きました。500社にも及ぶ企業に加え、さらに渋沢はおよそ600もの教育機関や社会公共事業の支援、並びに民間外交に尽力しました。この番組では渋沢栄一のスピリッツを受け継ぎ、それぞれの分野で業界を牽引する企業を紹介していきます。どうも、渋沢栄一の著書論語とソロバンから生まれたソロバンの助だよ。そして私は論子、こんにちは。今回も私たちが番組を一生懸命サポートしますね。今日もよろしくね。今回紹介するのは埼玉りそな銀行。渋沢さんもその前身のクロス銀行の設立に関わっていたんだって。そして今回もこの2人が登場です。どうも、三四郎です。お願いします。ということで今回は埼玉市にやってきました。埼玉市といえばやっぱりテレタマですからね。そうですね、まあ確かにお会いしたことないんで、はい、社長にね、やっぱギャラの交渉とかね、直談判しに行きます。やめろよお前、うつり悪いわ。今回は、いやいや今日は違うんですよ。ギャラの交渉も確かに大事です。確かに大事ですけれども、ね、そういうことじゃないんです。何ですか？今回潜入するのはこちらです。ん、埼玉りそな銀行。うわ、渋沢栄一といったら銀行ですからね、はい、そうなんです。なぜ埼玉りそな銀行なのかというと、近いからじゃない？テレタマに。テレタマ中心で動いてないかな、この番組。渋沢栄一中心で動いてはいますが、テレタマがあるのが皆さん近いですもん ね、うん、ってね。だったら結構遠いところあったよね。じゃなくて、はい、渋沢栄一さんがこの埼玉りそな銀行の前身のクロス銀行の設立に関わったんです、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ埼玉りそな銀行には渋沢スピリッツがちゃんと受け継がれてるっていうことになるのかな。そう、受け継がれてるところのみ言ってます。からなるほど。渋沢解体新書ということでね、うん、今回は埼玉りそな銀行に潜入します。 OK。 埼玉生まれのあの人があちこちに残してくれたその魅力探してみよう。渋沢解体新書。今回三四郎の二人が訪れたのは、埼玉市に本店がある埼玉りそな銀行です。埼玉りそな銀行といえば、730万埼玉県民の実に6割が口座を持ち、預金・貸出金ともに県内トップシェアを誇ります。有人店舗128店のうち125店が埼玉県内にあり、地域経済を支えています。埼玉りそな銀行が現在に至るまでの過程には、数々の銀行の合併の歴史がありました。埼玉りそな銀行の前身の一つ、現在の入間市に創業した旧クロス銀行。渋沢栄一が設立に際して助言を行い、さらにその後顧問も務めた銀行です。元研修担当で社史に詳しい経営管理部の篠崎グループリーダーに渋沢との接点について伺いました。あの変額が渋沢さんの直筆なんですか？お、なんか書いてありますね。公銀徳道ですか？いやいや逆だよお前、カンペ通りのボケすんな。右から読んで道徳銀行という額になります。道徳銀行ですか。これは今の入間市に明治時代に建てられたクロス銀行という銀行に送られた変額でございまして、うん、クロス銀行は入間の庶民の方たちの積立金をもとに作られた銀行です。発足に関しては渋沢栄一も関与しております。
道義に基る貸付はしないだったり利益の若干を公共事業にちゃんと投じるといった道徳実践に基づいた経営をしておりましたので、地元の方々からは、道徳銀行と呼ばれておりました。でそれで15周年の時に、渋沢栄一がそのような、地元の人たちに尊ばれていることを喜んで、この変額を送ったと言われております。クロス銀行はその後はどうなったんですか。はい、その後ですね、武州銀行というですね浦和で設立された銀行に合併されております。で武州銀行につきましては、最初の頭取が渋沢栄一のいとこであり学問の師である小高惇忠の次男、小高次郎を頭取として埼玉県経済の中心銀行として設立された銀行になります。渋沢スピリッツかなり受け継がれてるってことで間違いないですか。そうですね、平成15年に埼玉リスナー銀行がスタートした際にですね、初代の頭取だった、利根さんという方が、この渋沢栄一王のですね道徳銀行の額をですね改めて取り上げた中で、埼玉県の皆様に信頼されて地元埼玉とともに発展する銀行ということを私たちの銀行のモットーにしようということでスタートしております。こういうコロナの環境の中で、地域経済が大変なところでございますけれども、私たち今埼玉リスナー銀行としてはですね地元の企業の皆様が渋沢を発行したりとか、投資信託を買っていただいた手数料の一部をですね、埼玉県の医療関係者の、事業に寄付したりということで、地元埼玉とともに経済を盛り上げていこうというところを、努めておりますので、道徳経済合一の渋沢栄一の考え方に基づいた経営を行っていると思っていただきたいなと思っております。しっかり受け継がれてますね。ありがとうございます。なるほど。銀行には三大業務があるそうです。埼玉りそな銀行川越支店川越南支店の後上さんに伺いました。後上さんよろしくお願いします。銀行の三大業務っていうのは何でしょうか。はい、預金、貸し出し、為替の3つがあります。まず皆さんが銀行に持っている一番のイメージが預金です。個人や企業が銀行に口座を作り銀行はお金を預かります。小宮が莫大なギャラをこう口座に預けるっていうことは預金ってことだね。莫大って、言わなくてもいいけど莫大ですか。2つ目は、貸し出しです。貸し出し、家を建てる時の住宅ローンや、資金が必要な企業への融資などがそれに当たります。小宮が副業とかする際にお金を貸したりするのが、要は、貸し出しということですね。おっしゃる通りでございます。僕のみの話じゃないから、お前もそうだから。俺もそうだ。なんで僕のみの話で、小宮が上がってるから。3つ目が為替です。為替と聞くと1ドル100円などの外国為替を思いつくと思いますが、ここでいう為替はいわゆる振り込みのことです。じゃあ僕が母親に毎月送ってる仕送りみたいなのも自分だけすごい交換がありますね。おっしゃる通りでございます。僕らって、送ってますから親には。送ってるんですよ僕。銀行の業務を知ったところで早速店内を案内してもらいました。店内の雰囲気も従来の銀行のイメージとちょっとかなり違いますけれども、ね、はい、そうですね、普通の銀行ですとこう、椅子がこうピシッとこう正面を向いて並んでるイメージを持たれると思いますが、当店はこういった形でソファーですとか椅子を幅広いこう空間に並べることで、お客様にくつろいでいただけるスペースにしております。お店の方が立って接客されてますね、そうですね、通常他の銀行さんとかですと多分この窓口の女性座って応対しているかと思いますが、我々りそなグループではお客様も立っておりますので、従業員も立って接客をしております。銀行って窓口が3時で閉まるっていうイメージあるんですけど、そうだね、ちょっと早いイメージあるよね。そうですよね。なんでなんですか。銀行法という法律がありまして、9時から15時までは窓口を開けておかなければならないと決まっております。ですがりそなグループではお客様のニーズに合うよう17時まで営業しております。そうなんですか。ありがたいですね。そしていよいよ窓口の裏側に潜入です。こちらでは税金や振り込みなどの事務処理が行われています。普通の会社のオフィスとね変わらないですね。確かにね。そうですね。もうちょっとなんかお堅いイメージがあったんですけど、意外とこう明るく広い感じで、なんか個人ロッカーみたいなのもありますね。そうですね、こちら一見普通のロッカーのように見えますが、実はこちら対価の金庫になっております。こちら金庫なんです。金庫ってなんかもうちょっと隠したりね。そうですね、地下にあったりとか。銀行といえば大きくて頑丈な金庫がある、そんなイメージだよね。
でもそれは昔の話なんだ。そうそう、今はキャッシュレス化が進んで現金がそれほど必要なくなったのよね。それと同時に大きな金庫はなくなっているんですって。では実際銀行にはどれくらいの現金が用意されているのか、特別に金庫の中を見せていただきました。うわ、じゃん、少ね、あれ、もうちょっとなんかいっぱい入ってるイメージなんですけれども、イメージびっしりあると思いましたけど、キャッシュレスですとか、うん、実際現金を伴わない手続きもございますので、うん、このぐらいで何とか間に合っちゃいます。なるほど、これで間に合うんだ、はい、時代に応じて変わってきたんですね。そうですね、はい。続いて案内してもらったのは法人や個人の営業担当の社員などが働くエリア。銀行員には注意しなければいけないいろいろなことがあるそうです。我々ですね、お客様に関する書類ですとか、うん、銀行内の資料は、うん、絶対に持ち帰ることはできないんです。手帳も含めてなんですけれども、はい、まあ、お客様の大切な情報を取り扱いさせていただいておりますので、うん、それをお守りするためにも絶対に持ち帰らないという決まりが、はい、ございます。その他にもパソコンに携帯電話や電子機器をつなげてはいけない、退社する際に机の上に資料などを残してはいけないといったルールに加え、持ち歩くカバンにも決まりがあります。どうしたんですか、帰るんですか。あ、帰らないです。ここでお二人にクイズがありまして。あ、クイズ、こちら何でしょう、はいはい、ん、何でしょう、バッグ。そうですね、はい、銀行員がよく使うカバンなんですけれども、はい、こちらには実は秘密があります。秘密、はい、これは、このカバンではないといけない、はい、はい、そうです。それはなぜでしょうか。何だろう、ね、何が入ってるでしょうか。マスクちょっと違います。マスク、一応この時期やっぱりね。そうですね、そうですね、よしよし、一応まあそれ合ってたか、はい、防犯ブザーとか。あ、当たりです。やった、意外と当たった。こちらに見ますと、なんか怪しいと思ったんだよなこれ、はい、てかいかついな、はい、ちょっと持ってください、はい、あ、ぜひちょっとここ耳当ててみてください。耳当てる、どのぐらい大きい音なのか、いきますよ、はい、いきますね。いやいや、てか止める時めっちゃ焦ってる。僕よりも焦ってたから、焦る、僕がわーってリアクションいろいろびっくりしました。数々の決まりを守りながら大切なお金を扱う銀行員の皆さん、一体どのような人が向いているのか聞いてみました。銀行員の方ってどんな方がそもそもなんか向いてるとかあります、はい、そうですね、すごく難しい質問なんですけど、お二人はどんな方が銀行員だったらいいですか。どっしりしてる、動じない、はい、やっぱりさっき のアラームとかで、ね、はい、なってブザーが鳴っても、はい、やっぱ動じない方いらっしゃったじゃないですか。じゃあ私はダメということです。計算が早い方のイメージがあるんですけれど、はい、うん、計算は計算機がやるので、うん、そんなに早くなくても慣れます。あ、そうなんだ。じゃあ誰でもいいってことですか。まあそう、うん、どうなんでしょうね。そうですね。そうやってそう。でもまあまあ真面目な感じの方とか。そうですね、はい、真面目な方はやっぱり銀行員としては向いてるかなと思います。うん、ちなみに入社して、うん、銀行はそのどのような研修を受けるんですか。銀行として特徴なのは札勘の研修があります。札勘はお金を数える研修でございます、そうなんですね、はい、扇みたいな状態して、そうです、はい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 、あれは横読みと言います。横読み、はい、そう、縦読みというのもあって、縦読みは横読みと縦読みがあるんですか。そうなんです、横縦。札勘の縦読みと横読みとは一体、ここで実際に見せてもらいました。縦読みというのは、はい、なるほど、はい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 、早いな、やっぱりすごい、うん、はい、スーパーのレジとかでもよくありますね、はい、こうやってやるタイプですね、うん、で横読みというのが、あとよくテレビで、ここがそうだね、昔ボーナスのシーズンとかに銀行の方がこう広げてるっていうので、でここから何枚っていう形で、当社の場合はだいたい4枚ずつなんですが、他の銀行さんですと5枚ずつっていう銀行さんもあります。せっかくなので、うん、体験していただきましょう、勝負していただきましょう、勝負、はい、スピード勝負です。スピード勝負、はい、僕と間でってことですか。え、私とと、いや無理無理。ここで札勘スピード勝負です。縦読みでも横読みでも好きな方で模擬紙幣を数えます。それでは用意スタート。やば、
縦読みの小宮さんと横読みの相田さん悪戦苦闘する2人。やばい。そんな2人をよそに佐々木さんがあっさりとフィニッシュ。遅れること1分以上、小宮さんも終了。意地悪な数でしたねこれ。はい、ちょうどじゃないですよねうん、指つるよ、つるつる。これは弱音を吐きつつ相田さんもなんとか数え終わります、うん。何枚ありましたか、はいはい、何枚あったかですよね、はい、じゃあ先に行ってもらっていいですか、はい、100枚。俺80。 80? そっか。え、小宮は？いや100。ちょっと待って、俺さ一番最初に先生が答えるなしじゃんそしたら合わせるよ。だってそりゃうまくいったな。いやいや正直言うと82。正解は100。え、全員一緒？全員100です。全員100？全員100。数え終わった時にもう、はい、あの紙幣がくしゃくしゃになっちゃってる、はい、それはちょっとダメですもんね確かにそれだったら。とここで再び後上さんからクイズです。1万円札が1万枚でいくらでしょうか、うん、1億、うん、正解です。ちょっとバカにしすぎだよそれはだって一緒なんですかそれは、はい、では1億円の重さはどのぐらいあるでしょうか。重さどれぐらいなんだろうな。では正解なんですけれども実際に測ってみましょう。え、するとここで登場したのが、すごい、きたきたきた、あらららら、あれ、すげえ、うわうわうわ、え、これというかもう本物ですか。はい、これはあの本物の1億円です。うわ、重いんだな意外と。あ、これ、あ、そうだえ、これ結構重い。あ、どこ行く、どこ行く、どこ行く、すいませんすいません、じゃあ重い、重い、こんな重いんだ。この1億円体験、キッズマネーアカデミーでも大好評なんだ。そうそう、キッズマネーアカデミーはりそなグループの従業員が講師になって子どもたちにお金の流れや役割を教える取り組みなのよね。みんな楽しそう。クイズやゲームで教えるから分かりやすくて子どもたちにも人気なんだって。では実際に1億円の重さを測ってみましょう。出ました、 10.762。 あー、キロですね。10キロですね。あと帯封とかの重さでちょっと、そっかそっか、なるほど。あとビニールでパックしてあったり、はい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 、はい、1億なんて見たの初めてかもしれないな。うん、通帳には入ってるんじゃないですか。通帳にはね、入ってるな入ってはないよ1億はさすがに大切にね保管しないと。じゃあすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。東京都台東区にある谷中霊園。元内閣総理大臣鳩山一郎など多くの著名人が眠るこの霊園には渋沢栄一の墓碑があります。91歳でその生涯を閉じた渋沢栄一、名前の上には渋沢の雅号でもある聖園という文字が刻まれています。渋沢は70歳を超えた頃、金融関係以外の企業の役職を退きます。その数およそ60社。そして76歳で金融界からも引退しました。亡くなる前年の1930年、渋沢は父市郎右衛門の書写した習字手本や俳句の原稿を集めた万光遺訓を編纂します。そして翌年1931年、多くの人々に惜しまれながら91歳でその生涯に幕を閉じます。葬儀当日、東京北区飛鳥山の渋沢邸から青山西条までの沿道には多くの人が列をなし、その死を惜しみました。
当時の平均寿命が40代という明治期に91歳という長寿を全うした財界の大御所。実はもともと体があまり頑丈ではなく、風邪をひいたり腹痛を起こしたり、さらに喘息持ちでもあったため、渋沢本人もここまでの長生きは想定外のことでした。渋沢栄一墓所の近くの寛永寺には江戸幕府15代将軍徳川慶喜の墓所もあります。渋沢が病に伏せた際、病床に駆けつけ手を握り涙をこぼしたという慶喜。二人の信頼関係は厚く、生前渋沢は慶喜の近くで眠れることを喜んでいたといいます。忠誠を尽くした君主と再会した渋沢は今何を思っているのでしょうか。さあ、渋沢解体新書、今回は埼玉りそな銀行を紹介しましたけれども、うん、どうでしたか。いや、思ってた感じと全然違ったね。確かにね、うんうん、なんかこういう風になんかカフェスペースみたいなね、おしゃれだよな、ね、おしゃれな感じだったし、うん、はいはい、店舗にはもうお金って保管されてないんだ。そうなんだね、もうキャッシュレスでピッてやってなんかそうそうそうって出てきて、そうそうそう、なんかちょろっとしかなかったから、うん、ねえ、あんな感じなんだね。そして、今回も渋沢栄一の名言を紹介していきます。はいはいはい、こちらです。個人を利するとともに国家社会も利する事業なるや否やを知ること、わかりますか。現代の言葉で言えば、新しいビジネスに乗り出すときには個人の利益だけでなく公共の利益に組みするものなのか見極めよということ。渋沢は社会の利益になるビジネスこそ成功すると考えていました。ちなみに三四郎は公共の利益に組みしてますかね。うん、してないでしょう。自分で言うのも悲しいけど、そこまでっていうか全然全く皆無です。渋沢さんがいたらね、ビジネスとして成功するかどうかっていうのをちょっと聞いてみたいもんですけどね。まあ、確かにね、渋沢栄一さんね、やっぱ先見の明もありますからね、はいはいはい、渋沢さんは、もしいたらねってことなんですけれども。そうですね、ちょっとしんみりになりましたけれども。しんみりはなってないです。ちょっとね、ちょっと悲しいことを、悲しい事実をちょっと突きつけられました。いやいや、そんなことないです。ということで今回の渋沢解体新書、はい、ここら辺で、お別れです、はい、ということですね、はい、次回は何でしょうか。次回も、埼玉りそな銀行さんです。はい、なるほど、もうちょっと ね、はい、銀行のね、お仕事を深掘りしていきたいと思いますので、お見逃しなくということですね、はい、ということで次回の渋沢解体新書もお楽しみに、はい。